どうも、アキです。ポケモン GO をやっていきます。はい、今回ですね、リリース3日目の僕の進捗具合のご報告と、あとはモンスターボールの投げ方について、いろいろ勉強してきたので、そのお話をやっていければいいなと思います。はい、まずは僕のポケモン一覧見ていきましょう。はい、で僕ね、昨日サンダース、なんとね、野生で出くわしました。はい、というわけで、昨日進化で作ったシャワーズとサンダース、持っているので、あとブースターですね、今日作れればいいなと思ってます。で、シャワーズとか、ちょっとね、強化してます。また強化しよう。はい。っていうのも、ジム戦ね、結構最近楽しくてよくやってるんですが、やはりジム戦で勝っていきたいっていうところで、ちょっとね、まあ、トレーナーレベルももう12まで上がったので、少しずつね、強化の方もやっていこうかなっていうところで、まあ、EV の、シャワーズ、サンダース、ブースターですね。この3匹、強化しておけば、まあ、タイプ的にもね、いろいろ、ジム戦とかで役立つかなと思いまして、ちょっと、ここだけ育てていこうかなと思うんですが、はい、今ご覧いただいた通りですね、まあ飴は正直結構集まるんですよ。ただ星の砂が慢性的に足りなくなってくるので、もうどんどん本当にね、ポケモン捕まえていこうっていう感じがね、今の状況ですね。はい、というわけでシャワーズ初めてのね、 CP1000 超えですねっていう感じです。で、昨日捕まえたのとしては、御三家が揃いましたと。不思議なね、ゼニガメね、最初人影で始めて、不思議だねとゼニガメが揃いましたと。で、ピッピとかも割と CP 高いのが出てきたりとか、あとは、そうだ、たまたま、ね、たまたまとか、あと何捕まえたかな、サイホーンとか、この辺ですね、を昨日は捕まえることができて、結構ね、ポケモンの種類も増えてきましたね。ケイシーとかもかな。はい、ちょっと他のところもっとね、家の近所しかまだできてないので、いろいろね、行ってみて、どんどんポケモン捕まえていきたいですね。はい、では続きまして、モンスターボールの投げ方についてですね、いろいろ勉強してきたのでお話しさせていただきたいと思います。はい、まずモンスターボール持つと、ポケモンに対して円が2つ表示されるじゃないですか。で、この内側のどんどん小さくなっていく色付きの円、これどういう意味なんだろうと思って調べてみた結果、どうやらこの色の種類には4種類存在するみたいですね。ちょっとこっちにメモしているんですが、この色の種類には、緑、黄色、オレンジ、赤色の4種類があるみたいです。はい、で、緑だと非常に捕まえやすいポケモンという意味で、黄色、オレンジ、赤になるにつれてどんどんね、捕まえにくいポケモンになるみたいです。で、この捕まえやすさっていうのは、モンスターボールの当てやすさを表すわけではなくて、モンスターボールに当てて中に入ってからですね、こうたまに出てくるじゃないですか。あれが赤とかオレンジだとより出やすいという形みたいですね。なので、この内側の枠が赤とかオレンジのものが出てくれば、おそらくレアポケモンだと思いますので、バックから、ズリの実とか与えてあげて、より捕まえやすい状態でね、捕まえた方がいいかなと思います。特にレア度の高いポケモン出てくると、何度かこう失敗すると逃げられちゃうので、まあ、確実にね、仕留められるようアイテム使った方がいいんじゃないかなと思います。はい、で、これが色のお話ですね。で、このどんどん小さくなっていく円、どのタイミングで投げればいいんだっていうお話なんですけど、どうやらこの円の大きさは、ポケモンゲットした時に経験値入るじゃないですか。あの経験値に関わってくるみたいですね。で、たまにナイス、グレート、エクセレントみたいなのが出てくると思うんですけど、どうやらこれに関わってくるみたいです。はい、この円が、内側の円が大きい時に、その内側の円の中に入ればナイス。で、真ん中ぐらい、中くらいの大きさの時だとグレート。で、小さい時にこの内側の円の中にうまく、モンスターボール当ててあげるとエクセレントになるそうですね。で、それぞれ経験値が入ってきて、エクセレントが一番高いので、まあもちろんエクセレント狙えるといいと思うんですが、まあ個人的にはグレートぐらい狙うのが安定してね、経験値稼げるかなとは思いました。はい、で、ポケモンがニョロゾに変わりまして、もう一つ経験値を伸ばす方法がありますので、そちらの方も一応ご紹介したいと思います。ただあんまり安定はしないので、おすすめはできないっていう感じですね。はい、その方法がモンスターボールをカーブさせて当ててあげると、カーブによるね、経験点が入りますと。こうやって画面を右回転させながらやると、モンスターボールが右に曲がっていくので、まあこの状況で左にね、向けて投げてあげると、ちょうど真ん中ぐらいに行って、カーブの経験値がちょっとだけ10点ぐらいかな、入ります。はい、ただこれ超安定しないです、このやり方。こうやってぐる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 回すやり方ね、全然安定しないので、基本的にはモンスターボールの消費がかなりね、進むだけなので、おすすめはできないです。もし、このカーブボールでポケモンゲットしたいっていう場合は、もう一つございまして、こっちの方をまあおすすめするかなと思います。モンスターボール掴みまして、横にこうやってスワイプします。横にスワイプして、このままこんな感じでまっすぐ端に沿って
端に沿って縦にモンスターボールを投げます。ちょっとやってみますね。モンスターボールを持って端に沿ってふっと縦に投げると、あ、今ちょっと弾かれちゃったんですけど、なんと端から勝手に中央に行ってくれるんですよ。スッと、はい、なので勝手にカーブボールになりますっていうねやり方があるんですけど、これも真ん中に行ってくれるだけで必ずど真ん中に行くわけじゃないんですよ。なのでエクセレントとかグレートとかね、その辺は狙いにくいですし、たまになぜかこうやってカーブボールにならないこともあるんですよ。だいたい半々ぐらいかな、なんか半分ぐらいの確率でカーブになったりならなかったりで判定が、さっきのぐるぐる回すやつもなんか必ずしもカーブ判定で経験値が入るわけじゃなくて全然安定しないので、基本的にはおすすめできないんですが、たまにねカーブって書いてる時あるじゃないですか。まああれはねこういう理論だよと、まあ、真っ直ぐじゃなくてちょっとボールをスイッと、まあスワイプでシュッてスワイプさせてもできるんですけど、こういう理論で経験値が入ってますよっていうお話ですね。ただカーブ経験値たった10点しか確か入らないですし、全然安定してない、どの方法をとっても全然安定しないので、基本的にはナイス、グレート、エクセレント、こっちの方をね狙う方が僕はいいかなと思ってますっていう感じですね。まあいろいろ皆さんこれなんで経験値プラスで入ってるんだろうって思ってる方多いかなと思いましたので、一度まとめさせていただきます。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、この動画参考になったよっていう方はぜひともグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。